それではじゃあ、うん、8個目入っていきましょうか、はいはい、楽観主義者とやる気のない怠け者にを履き替えるな、ね、そうなんですよ、うんね、これも落ちりがちな罠なんですけど、よくいがちなのがいわゆるそのすごいポジティブな人いますよね、はい、なんかもうポジティブ教みたいな、なんか本の読みすぎないんじゃないっていう、なんか言うことは立派なんですけど、まあ、行動が伴っていないと。これ私は偽ポジティブの呪いと言ってるんですけど、まあ、いわゆる気休めですね。あ、気休めだからもうなんかそういうポジティブオタクみたいな人いるじゃないですか、ね、うん、まあ、あのネガティブな人よりは、まあ、まだマシはマシなんですけど、うん、うん、ただ単なる楽観主義だけではなんかやっぱり人生の問題は解決されないんですよね。そうですね、そう、うん、だからピンチはチャンスだとか言ってこう自分を慰めてる人いるんですけど、大体ピンチはピンチなんですよですよね、やっぱピンチなんです。だからそこから目をそらして、うん、なんか楽観太郎や楽観女子が結構最近増えてるなっていう、うん、ちょっと逃げたくなっちゃうんですかね。だからなんかちょっとポジティブにしてごまかすじゃないけど、だから行動が伴わない偽ポジティブはやる気を落としていくんですよ。うん、だ結局は言ってるんだけどポジ太郎なんだけど、でもやる気あんま上がってないよねっていうことが非常に多いですね、ですから斉藤茂太さんがですね、楽観的になりたいなら客観的になることだと言っています、うん、なるほど、ね、だ客観的にちゃんと自分を一番最初に俯瞰しろっていう言いましたけどね、いかにこう客観的に自分を見て偽ポジティブ人間になってないかどうか、構造が伴っているかいないかっていうことをこう客観的にいかに見るかっていうことですね、うん、だからもうなんとかなるさみたいな口癖はもう必ずやるとかにこう変えて行動にするわけなんです。それいいですね。で、うん、具体的な解決プランを実行で移していくしかないです、うん、本当にもうつまんないことで恐縮なんですけど、もう結局そこなんですね。それを繰り返していくと、こういうふうなことを斉藤ひとりさんが言ってるんですけど、はい、やればやるほど面白くなるものを仕事というって言ってるんですよ、ね、本当は仕事めっちゃ面白いはずなんですけど、逃げてるとなんか偽ポジティブで逃げてると仕事面白くないです。だからそこ逃げてますからね、うん、だからちゃんと前向きに実行に移してやっていくとだんだんゲーム感覚になっていってどんどん面白くなって、いや仕事って面白いなと現在進行形では思えないのかもしれないですけど、あ面白かったな面白かったなっていうことがこう繰り返されていく、こう乗り越えるたびにですね、うんうんうん、そういう感覚ですね。だ超難解なゲームをこうずっとクリアしていくってことですね。楽しくないとね、そうですね、やっぱやる気出ないですからね、うんうん、やればやるほど楽しくなったらね、うん、仕事をやりたいって思いますよね。そうです、そう、もう真正面から入っていかないと楽しくならないです、うんうんうん、もう偽ポジティブのうちはこう本当の楽しさっていうのは分からないですよね。ポジタブになるんですね、うん、そうですね、はい、でさらに松岡修造のひいおじいちゃん知ってますか？知らないです。知らないですか、はい、小林一蔵さん、はい、一蔵って言うんですよ、ね、一蔵さん一茶じゃないですかね、うん、これはあの阪急東宝グループの創業者です、うんうんね、修造さん覚えちゃうんですかね。この方はこう言っています。下足版を命じられたら日本一の下足版になってみろ、そうしたら誰も君を下足版にしておかる、ね、うん、だからこれを下足版を例えばじゃあアシスタントとか、はい、ね、アシスタントを命じられたら日本一のアシスタントになればいいわけですよね。ただずっとアシスタントじゃないですよね。ですよね。そうです ね、うん、平社員一生懸命で平社員じゃないですよね。だから文句ばっかり言ってちゃダメですよ、ね、そこをまずやっぱ極めなきゃダメです ね、まあ、当たり前のことかもしれないですけど、なかなかこういう境地で仕事できないので、まず与えられたことをもう精一杯やって、そこにいないですよ絶対。だからきっと誰かが見ててくれるっていう気持ちですよ、なんかこの努力を。いい、ね、頑張れないですか？頑張れます。やる気出ますよね、はい、辛いけど、あきっと誰かが見てくれる、きっといつか誰かが評価してくれる、だってこのままいるわけないよな、だって日本一の結束版になるんだからね、日本一のアナウンサーになるんだから、うん、なったらね、なんかその気持ちですよね。そうですね、だからそんなね、人生そんなに悪いもんじゃないですよ、うん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 、ね、うん、きっと誰かが見てくれると、その気持ちなのかなっていうふうに思います。はい、はい、鶴岡さんが行動しないポジティブは偽ポジティブ人間、うんうん、おということですね。お
みどりさんが先生は仕事をすごく楽しそうにやっていらっしゃると思います、はい、もう今日も楽しいですちょっといつもよりもちょっとテンションが高めですね。はい、はい、与えられたものを一生懸命取り組んで極めることが大事、平林さんありがとうございます、うん、はい、伊藤さん、行動を伴うことこそが全ての習慣の核にあるように思いました、うん、なるほど、素晴らしいですね。はい、皆さん、こう受講生の方の言葉に励まされますね、私もね、はい、もうやる気が上がってますね、うん、すごいですね。はい、うん、だから目から鱗とか、なるほどなるほどなるほどってめっちゃ入ってますね。なるほどボタンの、ね、なるほど今日ですね、皆さんすごいですね。はい、ありがとうございます。それでは最後、はい、9つ目のやる気を与える楽しみ、最後のメッセージです。はい、はい、お願いします。はい、じゃあこれをいきましょうかね。はい、人生には唯一だけ疑いのない幸福がある、それは人のために生きることであるとトルストイが言ってるんですけど、ね、ですね。そう、やる気を与える楽しみを知るっていうのが最後のメッセージなんですけど、我々ついついやっぱり自己中心的になりがちですよね、やっぱり、ね、もちろんいいんですけど、自分の幸せを考えていただいて、自分の目標のために一生懸命頑張っていただくも大いに結構なんですけど、ただそればっかりに行ってしまって、もう自分ばっかり、自分の目標のためにお客さんのことも考えない、仲間のこともあまり考えない、何も周りが見えなくなっちゃう、もう自分ばっかりがかわいそうみたいな、もうベクトルが自分の方に向いていくと、大体やる気は上がらないです。一瞬上がるんですよ。例えば自分のお金のためとか、で今月のキャンペーンのためとか、うん、やらないと査定があるとか給料が上がらないとかっていう目の前のことをやりに行くんですけど、大体一時的ですよね、はい、そういって大体長続きしないんですよ。長続きするやる気はやっぱり人のために生きることですね。うん、私も随分自分勝手に生きてきましたけど、まあ、30年この業界にいてやっぱりこれだなっていうところに追いつきましたね。まあ、皆さんもう優秀な方が多いと思う、もうとっくに気づいてる方ばっかりだと思うんですけど、やっぱりこの境地なんじゃないですかね。こう幸せを与える生き方、どうすれば周りの人が喜んでくれるかとか、感謝してくれるかとか、楽しんでくれるかとかっていう、もっと言えばやる気が出るかとか、ね、周りの人のやる気が出ることを考えて生きていくと自分のやる気も出る、ね、いわゆる勝たせる生き方なのかなと思いますね。そうです、ね、先に勝たせてあげるっていうイメージですかね。だからいろんなお友達とかと会ったら、うん、まず最近困ってることないとか、うん、私にできること何かないかなみたいなところから入ると、そういう人たちがまた自分にやる気を与えてくれると思いますよ。そうですね、そうですね、周りの人の存在ってなんか大きいですよね。そうなんですよ、大体、うん、世の中の悩みのほとんどは人間関係ですからね。あ、もう全てが人間関係ですから、うん、はい、でもう一つですね、はい、モハメド・アリが、これもすごい名言だなと思うんですけど、他者に貢献することは、これ字間違ってますね、ね、他者の者は物ですね、これ、はいはい、他者に貢献することはこの地球でのあなたの居場所に払う家賃である。おお、これ家賃なんですよ、家賃だったんですよ、これ、例えが、ね、はい、だからいかにこう世界中で家賃を滞納している人が多いかってことです、ねね、だそう思ったらですよ、ね、貢献して初めて今住んでる家賃を払ってる、最低限のことですよね、うん、はい、でどうしよう、今家賃払ってますかね、ちゃんと、ね、払ってるといいな、ね、それからもちゃんと払い続けなきゃなですね、思いますね、うん、でこれ催促が来ますから、どんな催促が来るかっていうと、はい、悩みという催促だったりとか障害という催促だったり、挫折という催促だったりとか、ね、嫌なことが起きます、貢献してないと結局ね、自分に跳ね返ってきますから、うんうん、そういう時は、あ、家賃払い忘れてたんだと思って、その時家賃払えばそれなくなりますから、まあ、そういう感覚ですかね、はい、はい、でもう一つ、はい、行きましょう。人は得るもので生計を立て、与えるもので人生を築くと言ってるんですよ、うん、いやこれはすごいですよ、さすがチャーチルさん、はい、ですね、うん、まあ、得るもので生計を立てられるかもしれないけど、ね、より良い人生を、やる気満々の人生を築いていくには、やっぱり与えて与えて与え続けるしかないんじゃないのというのが、今日私からの最後のメッセージになります。はい、はい、
ありがとうございます、はい、駆け足でねここまで来てしまいましたけど、皆さんに伝わったでしょうか。耳が痛いとか好きな言葉ですとか、たくさんコメントをいただいてます。ありがとうございます。家賃滞納中だっていう人もいますね。はい、圭介さんが貢献したいと潔く思えるようになってきた、お、なってきた、いいですね、素晴らしいですね。皆さん、竹下さん、相手に勝たせることに気概を感じる、お、だマネージメントのがそうですよね。まさにこのメンバーをいかに勝たせるかっていうことが自分の勝利じゃないですか。そうですね、一人一人をね、まさにその通りですよね。そうなんですね、わかりました、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ではここからは質疑応答の時間に移りたいと思います。授業中で質問したいと思っていた方はぜひこのタイミングで投稿してみてください、はい、たくさんの質問お待ちしております、はい、はい、授業中に来ていた質問も見ていきたいと思います。はい、はい、何でも答えますよ。みなみさん、はい、先生は面倒くさいという感情とどのように向き合ってらっしゃいますか。ああ、私実はですね、面倒くさがり屋なんですよ。あ、そうなんですね。もうね、面倒くさいことばっかりです。もう、だからもう素直にもう面倒くさいなっていうふうにその感情そのまま向き合えばいいと思うんですよ。はい、その時は何もしなければいいんじゃないですか。はい、そうですね、そのまま向き合うってことですね、はい、続いて樋口さんが、はい、自分の好きなことなのにやる気が出ないのはなぜでしょうか、モチベーションを保つためにはとコメントいただきました。なるほどね、はい、それはおそらく本当は好きじゃないんじゃないですか。だって本当に好きなことだったらやる気出ると思いますよね、はい、だもしくは好きだと思いたいとか、うん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 、友達でもいたんですけど、サーフィンが好きだって言ってやってるんですけど、どう考えても好きじゃないんですよ。上手くならないし、かっこいいと思われたいとか、好きだといいなとかで、ではな、分からない、分からないですよ。その方はおそらくその可能性が高いなというふうに思いますね。本当に好きだったら、ね、やる気上がりますよね。難しく考えちゃってるとかですね。本当は好きなのに上手くやろうとしすぎてるとか、もっと純粋に楽しめばいいのに。好きなことだったら何のこと言ってるのかよくわかんないですけどね。はい、そうですね、と思いますね。はい、わかりました、はい、続いて、はい、泉さんが、はい、若いうちはの苦労は勝手でも知ろうについてどう思いますか、うんうん、ああ、苦労はですねできればしない方がいいですね。しない方がいい、もう苦労すると年取っちゃいますしね、なんか楽しくないですからね。だから苦労、単なる苦労は意味がないと思うんですけど、ただそれが皆さんのやりたいことに向かっているのかとか、自分の成果に向かっているための苦労なのかとか、さっきおっしゃったその好きなことのための今準備期間の苦労なのかとかっていう、その苦労にもいろいろ種類はあると思うんですよね、はい、うん、だから結果的にやっぱり何かを成し遂げようと思ったら結果的に苦労だったっていうのは後から思うことなんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、わかりました、うん、これ復習になってしまうかもしれませんが、はい、うん、のほこさんが頑張りますではなかったら他にいい言い方はありますか。ああ、そうですね、まあ、具体的にどうしても頑張りますって言いたかったらどんな風に頑張りますとかって具体的に、うんうん、だから、ね、来週の金曜日まで 100% できるようにやりますとか、まあ、具体的にこう言い換えるようにした方がいいんじゃないですか。で、人を励ましたりするときはもうグッドラックとか、なんかそういう君ならできるよとか、なんかそういう言葉に変えたらいいんじゃないですか。そうですね、うん、具体的にね示して相手の時はなんか言葉を変えて、なんか無責任な感じじゃない、ね、そうですね、無責任じゃない感じですね、はい、そのなんかニュアンスでも大事ですね、はい、はい、よく分かんなかったらこんにちはぐらいしといた方がいいと思いますよ。頑張りますとか頑張ってねとかっていう、なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、質問まだお待ちしていますので皆さんぜひコメント欄から投稿してみてください。はい、先ほどですね、いいコメントが、あ、そうですか、たくさんいいコメント来てますよね、はい、取り上げるのが本当にこれなんですけど、はい、はい、ですね、松下さんのコメントですかね、ちょっと待ちください、どこかな、松下さん、はい、はい、ここですね、自分のことばかりを考えるのではなく、人のために生きることが大切ってことですね、なるほど、はい、ちょっと待って、ね、たくさん来すぎちゃって、はい、ね、選ぶのが大変ですね。今着席しましたって言ってましたけど、ちょっと遅いですね。大丈夫でしょうか。
その人は本読んでもらえばいいですね。はい。はい。あ、来ました。すみません。気持ちが溢れて止まらない時は、ブレーキはかけない方がいいんでしょうかと。ああ。そうですね。そうですね。ブレーキをかける必要は全くないじゃないでしょうか。はい。はい。もう溢れ止まらない時はもうどんどん行けるところまで行ったらいいと思うんですけどね。はい、うん、疲れるとかはないんですかね。もう行けるところまで行って、最初に言ったように行けるところまで行ったら休息をして、ね、ちゃんと休息して充電して、でまたやればいいです、ね、そうでやるときはやる、休むときは休むんですから。はい、最初の方のメリハリのところを思い出しました。そうですね、はい、サボるっていうことも大事ですね。はい、はい、ありがとうございます、はいはい、泉さん、どうせ苦労するのであれば、うん、自分にとってプラスとなる苦労をしよう、自分のためにならない苦労は避けてしまえばいい、うん、はい、うん、続いて質問来ました、うん、リエさんが、うん、なかなか仕事ができないのと、うん、気持ちのことまでに取りが回らないのですが、うん、それは違うのでしょうか、気持ちが先ですかと、うん、ああ、なるほどね、はい、仕事ができないと気持ちのことまでゆとりが回らない、結果が出ないとっていうことですかね。そうですね、うんうんうん、気持ちがついていかないってことですかね。ああ、なるほどね、はい、なかなか、でもそのできることからやったらいいんじゃないですかね、うんうん、なんかそういう時は、はい、なかなかこう気持ちコントロールするの難しいですよね、はい、かといってこう難しい仕事をやっていても気持ちも上がらないので、なんかできる簡単なことからこう徐々に やっていく行ったらいいんじゃないかなと思いますけどね、そういう時は。はい、簡単なことからやって、うん、できることからポジティブになっていくっていうことなんですね。そうですね、分かりました、うん、ありがとうございます。でこう自分を褒めてあげて、人に褒めてもらって、うん、っていうところじゃないですかね。はい、うん、分かりました、うん、何もできないってことはないですもんね、おそらく。はい、多分あの優秀すぎちゃって、こうなんか高みを目指しすぎちゃってるんじゃないですかね。そうですね、はい、確かに、はい、私もなんか、うん、高い目標すぎて崩れちゃうとかっていうのありますよね、はい、小さな目標からね、うん、立てるとか大事なんですね、うん、はい、続いてゆうこさんが、うん、どうすれば人のためにと、うん、謙虚な姿勢になれますかとご質問いただきました。なるほどね、どうすれば人のために謙虚な姿勢になれますか。ああ、なるほど、まあ、自己中心的になってるっていうことですから、いかにこの人に興味を持つかっていうことだと思うんですよ。だから、うん、褒める練習とかしてみたらいいんじゃないですかね。褒める練習、はい、あの、はい、人に会ったら挨拶代わりに褒めようとか思って、うん、そうすると相手の人に興味を持たないと褒められないから、そうすると相手のことを見るようになりますよね、関心持つとか。そうですね、うん、だからまず人に関心を持つことからだと思いますので、ですからなんかそんな気持ちから始めたらいいんじゃないでしょうかね。そうですね、うん、だって自分のことばっかり考えてる時ですから、人のためにってなれない時はですね、うん、はい、うん、分かりました、うん、ありがとうございます、うん、じゃあ最後の質問ですね、はいはい、好きなことではなくやるべきことに対してやる気やモチベーションを上げるにはまず何をしたらいいでしょうかと。あ、好きなことではなくやるべきことに対してやる気やモチベーションを上げるにはまず何をしたらいいか、うん、なるほど、それはですね、この本を読むことから始めたらいいんじゃないでしょうか。はい、ね、ね、なかなかやるべきことがやれないと思ったらですね、この本を100回ぐらい読んでいただいたらいいんじゃないかと、まあ、1回でもいいと思いますけど、はい、おすすめです。なんか最後は宣伝みたいになってしまいました。はい、ありがとうございます。わかりました、ありがとうございます、はい、では以上で質疑応答は終了といたします、はい、たくさんの質問本当にありがとうございました。ありがとうございました。拾いきれずにね、申し訳ないんですが、はい、はい、では最後に先生からこの告知があるということなのでお願いいたします。はい、はい、本日は皆さんありがとうございました。まあ、今日は1時間ほとんどこの本の宣伝だったんじゃないかというふうに言われてしまうかもしれませんが、私が30年近くこの西洋業界にいて気づいたこと、うん、学んだことなどをこの1冊に凝縮させてもらいました。で、今日は本当に短い時間の間に、まあ、9つのメッセージしかお送りすることができませんでしたので、ぜひ残りの27つのモチベーションを操るための習慣がこの中に書かれておりますので、ここでお会いしたのも何かのご縁だと思いますので、ぜひ皆さんこの本を熟読していただいて、でなおかついいなと思ったら周りのお友達にも
今日言いましたよね、家賃ですからね、はい、与えるのが皆さんの使命ですので、周りの方にもぜひお勧めしてあげていただきたいなというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。松下さん、ワクワクであっという間の1時間でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、先生のいろんな経験から紐解いているんですねとコメントいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ぜひこの授業だけでは足りないという方はね、こちらの本を読んで、もうやる気にあふれてたまらない人生を送っていただきたいなと思います、はい。では以上で授業は終了といたします。今回お越しいただきました先生は、作家、生命保険会社エグゼクティブトレーナー兼部長職の早川勝先生でした。先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。受講生の皆さんも最後まで受講本当にありがとうございました。この後も引き続きスクールで一緒に学んでいきましょう。それでは皆さん、さようなら。やる気。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。